にゃんにゃん、どうも、こんにちは。シュン TV シュンのシュン猫です。ワールドフリッパーパート90やっていきたいと思います。ってことで、お久しぶりのワールドフリッパーシリーズってことなんですけど、今回はですね、待ちに待ったね、ストーリー9章が開放されますよってことなので、まあちょっとこれからね、9章のストーリーの攻略の方を進めていこうかなと思います。ネタバレ9になりますので、もしね、まだ、自分の手で確かめたいよっていう人はね、ここで動画を、見るのをね、ちょっと、やめていただく感じになるかなと思いますが、ワル9ってことで、ステージ1からですね。9章、ゆらゆりの都市、1の1、知るために、レッツゴー。いやー、久しぶりだよ、本当にね。こうやってね、自分が何かをね、言いながらね、ストーリー見るというね。ストーリー見るというね。さあ、そうそう。第2部かな？第2章？はい。どうぞ、お願いします。どうぞ起動してください。さあ、どこに飛んでいくんだ？うん、何？え？うわー、嘘。え？ちょ、飛ばされた。もしかして何、飛んでいけない?98 回。あれ、もうすぐで100回ですね。え？なあ。待ってよ、自分、ストーリー全く思い出せないわ。どうしよう。前回ストーリーやったのパート79ぐらいかな。だから10パートぐらい空いてるんですけどね。これは私うん、飛ばしてるごめんよ。おう、なんだ？何勝手に何なんだ何怖い怖い。うわ、あれ見たことあるぞ。あらおやあれいやいや商人あ、ちょっと、剣抜こう。危ないからね。剣はとりあえず、片付けようか。待って、さっき抜こうって言ったぞ。なんだ？さあ、会話です。会話でございます。そう。結局、ライトは、元の姿にね、戻らなかったっていうことぐらいしか自分は頭に入ってないんだけど、なんでだなんでなんだとか思うけどね。さあ、こっからどうしようですよね。承認だ。どうしよう、もうなんか、目的どうするどこ行くの今度。どこ行くんだ。あ、何、おーおお、なんか久しぶりみたいな。1、2、3、4、5、6、7個。あれ、何ねえと融合連鎖。怖い。何え、爆発するんですか？ボーンってブラックホールみたいに爆発しなかった。あ、何待って、はい、何だって迷宮。そうか。え、50年。50年前。それはあれごめんなさい。50年も経ってんの？残りは、きっとあの人が。誰だあの人って誰？だから。そうか。だけど自分なんか上位者とか言ったんだよね。まあ、上位者ってなんだいや、だって、普通に読んだら上位者なんだよ。多分読み方違うんだと思うんですけどね。他にも読み方あるんだと思うんですけどね。わー、怖い。もう、わー、あった、ワルフニッパー。飛んでいって、さあ、やってきました。どこだ、ここは。あれ？お？はい。買い物場所？ほら、びっくりしてよ。俺、わかんないよ。怖いよ。都会派でもね、都会か田舎って言われたら、まあ、どっちもいいところあると思うんですけど、自分は、のんびり暮らしたいので。
田舎かな田舎かな都会は、都会は、まあ、まあ都会でもね、まあのんびりできる場所あると思うけど、まあ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 、自分は田舎派です。なんかのんびり暮らしたいです。おー、さあ戦いましょう。中将、久しの都市、息のり、牧者の里へ行き。さあ別にメンバーはこのメンバーで行きましょう。まあ特に変わってません。言っちゃいました。特に変わってませんよ。さあ戦っていきましょう。いや久しぶりだな。ほんとね。なんか嬉しいね。こうやってストーリー読めるの。さあ、行けかな。あらよーし、なんかちょっと重いような感じすぎる気のせいということで、やっていきましょう。多分、そんな強さも、多分ね、なんか自分、まだまだいけそうだったんですよね。まだクリアね、簡単にできそうなぐらいの強さだと思うので、多分簡単にクリアできると思うんですけど、なんかちょっとなんかダメージ受けてんな。ダメージ受けてんな。よし、そこだ、行け。行け、もうすぐだ。頑張れ、頑張るんだ。頑張れ。なんだ？で、なんか、なんか全く足りないぞ。なんか強いぞ。強いぞ。進んだけど、2の2、45体。わーお、45体多くない？あれ？あれ、こういうのって、なんか前の時ってなんかボスが出てくるんじゃなかったっけ？なんかピーロン、ピーロン、ピーロンって言って。ボスだとか言って。違うか。ボスだとか言って。いやーとか言って。怖いよーと。さあ、いけるかな？残りがわかんない。残り20。すぐ使ってやる。使うもんは使ってやるんだ。使っちゃう。使えるもんは使ってやるんだよ。いつもの感じだよ。残り3対2対1対0。よーし。まあ、ダリブ、初戦クリアということで。初戦なんかい。そう。いけるかな？よー、SS ランク。オッケー、オッケー、SS ランク。アイテム、ゲット、ゲット、ヤッフー、ヤッフー、何言ってんだい。さあ、息の3に行きたいんですけど、まあ、いけるかな？いけると思います。やっていきましょう。なんかね、ちょっとね、なんかちょびっと思うような感じしたので、ちょっと調節しようかなとか思ったんですし、ちょっとできませんでした。ちょっとね、もしかしたらカクカクかもしれませんが、すいません。ゾーン1の2、12体ですね。じゃあ一応このクエスト終わったら、今回のパート終わろうかなと思います。まあ、まあね、まあ、まあいつも通りね、まあいつも同期っていうか、まあいつもの動画も、あ、そうそうそう、うん、こういうボスね。よかったよかった、ちゃんと撮ったよ。まあまあ、ワードフリッパーシリーズもね、1パート10分はね、ちょっと守っていこうかなと思います。てかね、10分以上撮れないというね。あ、待って、いやーブブーぶつかるんかーい。なんか左右の岩なんかあるかな？なんかもし壊せるとかあるかな？左右の岩壊せる？いけ。ぶつかれぶつかれ。10ヒッテンウィーク。よーし。よし。なんか、すごいぞ。なんかすごいことになってるぞ。なんかめっちゃ攻撃してる。フォーチュンだ、フォーチュン。フォーチュンクッキー。違うね。バースト。バーストブレイク。ブレイク。さあ、どんどん倒していきます。体力よーし。オッケー。ていうか、なんか、待って、どこで倒してるの感じするけど、大丈夫。どこで倒したよね。毒。明らかどこで倒したよ。毒だよ。さあ、なーに、SS ランク、よーし、いい感じです。アイテムゲット。クシェフ解放衆とかいろいろゲット。いろいろゲットしまして。ちょっとね、ストーリー見る余裕がないので、今回のパートはここまでにしようかなと思います。多分ね、まあ、ステージ1の前編後編になってるかと思うんですけど、まあ、次回のパートはまあ、そのね、まあ、1の4のやつと、まあ、次のステージ2の、まあ、前半部分やろうかなと思ってますので、お願いします。ってことで、今回のパート90、こんな感じに終わろうかなと思いますので、今回も最後まで見てくれてありがとうございました。ので、次回に続きます。
アニメみたいな動画、シュネコとネシュン、毎月月末を目標に投稿していきます。お楽しみに。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。ツイッターもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は、画面左の丸のボタンをタップか&クリックでよろしくお願いします。ってことで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。